この秋、全世界から注目を集める日本の SF アクション大作が公開される。日本を代表する漫画家松本零士原作総設定、そして日本のトップクリエイターたちが集結した最先端のフル CG アニメーション。ド迫力の映像で描かれるのは日本ではもちろん世界中で熱狂的ファンの多い伝説のキャラクター、宇宙を股にかけて活躍する海賊の物語。本作はホビット、猿の惑星、創世記などハリウッドでも使用例の少ないフェイシャルキャプチャーを採用。演じる人物の表情をキャプチャーして画像解析、それがキャラクターの映像に反映される技術だ。この重要な演技を任されたのはオーディションで選ばれた経験豊富なアクターたちだ。今回ポイントは役者さんの動きとフェイシャルを同時に撮ったっていう、そのもう動きながら喋ったり動きながら芝居をしているのをもう表情も含めて同時に全てでキャプチャーしたっていうのがやっぱり一番今回のポイントで、全身の体を見るだけでも結構大変なんですけど、その上に表情まで見なきゃいけないでっていうなるとやっぱチェックは非常に大変でしたけどね。やっぱ実際やっぱりその非常に高度な芝居を要求されるシナリオが上がってきてますので、フェイシャルと、ね、モーションキャプチャーを同時にやってくれる役者さんのやっぱりクオリティを上げるっていうのが一つありまして、そこでやっぱりすごい、200人以上のオーディションをやったっていうのは非常に効果があったのかなと思います。他にもさまざまな最新技術が駆使され、キャプテンハーロックでは未体験の映像世界が堪能できる。ここまでの映像を作るのがいかに大変か、その時間だけじゃなくて体力と精神力ですね、それに支えられてここまで作れるわけですよね。人の想像能力、創作能力というのがどんなものか、それを証明する作品だと思うんです。